U タイムをラブクリするかしないか判別する方法。どうも、カナボです。はい、今日はですね、 U タイムね、 U タイムをお店がラムクリするのかで、酔い越してラムクリしないで打てるのか、はい、これが分かる方法をね、お店がどういうラムクリしてるのかしていないのか分かる方法をね、お伝えしたいと思います。はい、これ分かったらね、かなりね強いですよ。もう強い。はい、なので、ね、最後までぜひご覧いただけたらと思います。はい、まずね、今日なんでこれをお話ししたいかと言いますと、僕前回の動画でパチプロは何の勉強をしているのかという動画を出しました。はい、でその中で、まあ、特に僕が強く言ったのが U タイム、今だったら旬の U タイムを勉強しますよというのをかなり強く言いましたね。はい、でその動画を撮った翌日に僕は U タイムを打ちに行ったんですよ。はい、で U タイム打ってどんな台を打ったかっていうと、あの寝台のインデックスを打ちました。はい、でその時打ったのが前日797でハマってる台を打ちました。はい、なのでそれを朝一から打って797なので、どんくらいで天井いくかっていうと、まあ800が U タイム、天井な U タイムなので、800-797足す、まあ、ST の154を足すと残り157回転で U タイムに突入するんですよ。うん、だから10日で、まあ、17回回ると想定したら、約 U タイム期待値が約12,000円、めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、それが前日もうね、あったんですよ。797でハマってる台、僕は知ってたので分かったので、はい、それを打ってどうだったか、もう想像つきますよね。はい、僕はあんなに偉そうに言ってたのに、なんとその台はラムクリされてました。はい、ということでね、残り157回で U タイム突入ではなく、残り800で U タイム突入と、はい、もうむしろマイナス期待値なんじゃないかなと、いうような台を打ってしまったんですね。はい、だからね、前回の動画で僕はね、U タイムをね、勉強してますって偉そうに言うといてですよ、まあ例えばなんかお店がラムクリしてるかどうか勉強してます、判別方法はこうですとか、あとなんだ、どのように表示されますとか勉強してますとか言ったけど、これ僕は全部できてなかったわけですよ。はい、だからね、これはいかんと、はい、これは自分で偉そうに言っといて自分ができてないということでね、これを僕もぜひね、しくじり先生として見ていただいて、はい、聞いていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。まず今、まあね、なぜ話そうと思ったかっていうのをお話ししたんですけど、なぜ僕がやらかしたのか、しくじり先生の僕がね、なぜやらかしてしまったのか、はい、これをまずお話ししたいなと思います。はい、これちなみに最後まで見ていただけたらね、ちゃんとすごいなかなかお得な情報が、 U タイムをラムクリするかしないかちゃんと判別することができたというようなことも教えられるんで、最後に見てくださいね。はい、なぜやらかしたか、はい、いきます。僕はなぜやらかしてしまったか、まず前日ね、前日もそのお店行ってたんですけど、前日のライダー見てラムクリしない店だなっていうのを判別してたんですよ。うん、なんでかっていうと、当日ゼロで、まあ、150回くらいとか200回とか忘れましたけど回してて、残りまあ500とかで U タイム突入会になってたんですよね。はい、だからそれ見て、あ、もうここはもうラムクリしない店なんだなというのを決めつけてたんですよね。はい、2、はい、インデックスね、インデックスは残100から画面に表記されるんですけど、それを勉強してなかったです。はい、なのでね、157で、まあ、僕は行くと思ったので、60回転、58回転回せばね、残り100ってもうね、表記されてたんですよ、本当なら。でもそれにも気づかず、知らずに打ってしまった。はい、もう早めにね、そこで気づいてれば、朝気づいて済んだわけですから。はい、これやらかしてしまいました、僕が。はい。で、3、ある方法でラムクリするか、お店がするかしないかの判別方法を怠っていた。これをしてなかったから僕はこのしくじり先生となってしまったと
いうことなんですね。はい、よろしいでしょうか。ということで今日はね、このある方法、ある方法をちょっとお伝えしたいなと思います。はい、これをねやれば判別できます。判別、まあ絶対にきっとは言わないですけど、できる可能性が高くなります。はい、よろしいでしょうか。ということで、ある方法をお伝えしたいと思います。はい、まあこのある方法、何かと言いますと、まあ、結論を言いますと、サイト成分を使おうぜということです。はい、サイト成分、皆さんご存知ですか？はい、まあ、分からない方いらっしゃると思うので、まあ、ご説明しますと、全国約2300店舗ぐらいですかね。はい、おそらくまあ、8割ぐらいのお店は登録して見れることができるんじゃないかなと思うんですけど、その登録してるお店の大当たり情報とかが分かるんですよね。ほぼリアルタイムで、確か30分おきぐらいで、はい、見れるのがサイト成分になります。はい、これが月500円と消費税払えば、見ることができます。はい、これね、まあ、スロットをやってる方はね、ぜひ登録していただいて、はい、そうすればもうお店がこの日はいつ出すんだとか、はい、データ見て予想ができるので、はい、登録していただけたらなと思います。はい、で僕はどうだったかっていうと、登録最近までしてませんでした。はい、まあ、元々スロットは全然やらなかったので、はい、で U タイムが結構まあ出てきて、はい、その時に登録しました。はい、なので今日最初にお話ししました前日797のインデックスハマりがあるって分かったのは、なんでかというと、このサイト7を見てチェックしてたんですよ。はい、なので797ハマり、まあ、他にもね何台か良さそうな台があって、インデックス797ハマりがあるなと思ったので、まあそこの台に向かってまっすぐ取りに行ったと。当日になってまあ一周回って、あ、これはこうなのか、こんくらいハマってるのか、じゃあ今一番期待値高い台はこれだなと思って、これを取ってなったら、まあ、他の人に取られちゃう可能性もあるんだね。はい、なのでまあいろんなお店をまあ調べて、この台がこの店でこのコーデ台に来るのがいいだろうなっていう判断をしてうちに行ったと、はい、そういう経緯でございます。はい、よろしいでしょうか。はい、で私ね今気づいたんですけど、はい、アクションプランで最近答え書いちゃってましたね。本当は隠すんだったんですけど、ご了承ください。はい、はい、ということで、このサイト7を使って、どうやって U タイムラムクリしているかしていないのか、まあ、お店側は分かることもあれば、少なくても、まあ、インデックスね、インデックス、今日やった先日狙ったインデックスがラムクリするかしないかの判別ができたですよね。はい、そのやり方をお伝えしたいと思います。はい、ということで、そのお店、まあ、少なくてもその狙っている台がラムクリしてるかしていないか、より越して売ってるのかっていうのも、おそらくそうだろうと予想する方法をお伝えしたいと思います。はい、まずサイト7開きますね。どうしようかな、これお店の名前が出ちゃうとちょっとまずいので、お店の名前を隠したのを出しておきます。はい、今僕はいろいろマイホールっていうのをこれ登録してます。はい、でマイホールを押すとパチンコとか、まあ、スロットとか出ますね。はい、で4パチ1パチでハマってるのを見ようとしようです。はい、でまあ、全部見るんですけど、まあ、とあるに絞りましょう。とあるマジスのインデックスを押します。で大当たり1段2日前見ましょうかね。2日前、で右にスライドすると、ただいまスタートっていうのがありますね。ただいまスタート、はい、でこれ401番台見てください。401番台がただいまスタートが838ハマってますね。はい、これは2日前に838でやめましたよっていう意味です。うん、で401の番号してみましょうか。はい、で押して、大当たり履歴をして前日に戻ってください。2日前から前日、つまり1日前です
ですね。で12時28分に初めての当たりを引いて535回転で当たってるんですよね。うん、まあ、この時点でおそらく838でやめてたらもっと早く U タイムに突入して、まあ、まだ今人気の機種でもう朝一から打ってるだろうから、はい、のでおそらくラムクリしてるんだろうなっていう、まあ、推測はできるんですけど、838だとどんくらい U タイムくんだろう。あと100回転ぐらいでいくのかな U タイムね、はい、だからもうすぐ当たってるはずなんですよね、はい、ラムクリしてなかったら、はい、なので、まあ、この時点でおそらくラムクリしてる店なんだろうな、少なくともとあるはしてるんだろうなと、まあ、想像はつくんではありますが、はい、出玉推移ボタンを押してください。出玉推移を押すと401番台の情報が出てきます。はい、でこれ初当たり取ってるのがわかります？1万のライン、1万のこの点点点点のラインのちょっと上、おそらく7000個ぐらい使って当たってます。うん、7000個使って535回転目に当たってますね。はい、だから U タイム突入して当たってたら残り100回転ぐらいだったらおそらく1250個とか、まあ、1500個ぐらいで U タイム突入して当たってるはずですよね。それが7000個使ってるので、あ、これはランクリしてるんだなと、はい、そういう想像ができますよね。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ以上ですね。こういう推測をしていてラムクリしているのかしていないのかっていうのが、まあ、判断できます。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、説明しました。アクションプラン、先に答え書いちゃってますけど、何かというとサイト7登録してみてください。はい、今回僕はねインデックス狙いに行って、まあ、失敗に終わりましたけど、はい、ただねもう797ハマリがあるよっていうのをね知っていた。はい、もう期待値それがラムクリしてなかったら1万2000ですよ。はい、僕が失敗なぜしたかって言ったら、その店がラムクリする店なのかしない店なのか、あ、インデックスが少なくともを確認してなかったと、いうことなので、はい、ぜひ登録していただければと思います。はい、ということで最後に注意するポイントですね。うん、まあ、僕が今日ミスしてしまいましたよ。ミスしてしまったのが U タイムがどう表示されるかを勉強しておくということです。これ僕してませんでした。残り100から表示されるって知りませんでした。はい、もう改めてここに申し上げたいと思います。はい、で次、同じ店でもラムクリする台しない台があるんだなと。はい、まあおそらくねライダーとか塩切りのアマデジとかはしないんでしょうね。はい、残りいくつって書いてあるんでしょうね。はい、なので、ね、もう決めつけちゃダメだということです。はい、最後はあとは全て自分の責任なんだよと。はい、これでねよくね、あのふざけんなよラムクリしてんじゃねえかよって言って、まあお店が悪い、パチンコの台が悪いとかね、人のせいにする人が多いですけど、全部自分ができなかったミスです。はい、ということでこれを気をつけてやっていただければと思います。はい、今日の動画いいなとか参考になったなと思った方はいいねとチャンネル登録お願いします。なんか質問があればコメントなどいただければと思います。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。